のでまた1枚もらえるから、そう大丈夫そうで、365日連続配信は日曜日になるかな。そうでも土曜日がちょうどね予定があったから、日曜日だとちゃんとしっかりめに配信できるかも。365日っていうのがびっくりしたね本当にみんな。そうこの後の、そうもしかしたらね余震が続くかもしれないから気をつけてね、何があるか分かんないから。お始まった本当に私今ね見てほしい、でも暗いからな画面映っちゃうけど、充電がなくてですね充電がなくてですね今あのはいはい充電中です。始まった本当、もう私はさっきね最初から最後まで見たけど面白いよ今回本当に面白いから見て、私も出てるし結構傑作だと思うから、みんな私も含めてみんなぜひ見てください。あそんなすぐじゃないから私出るのが。そうでもね今回のは恥ずかしい、見たくない、みんなと見たくない、みんなと見るのちょっと恥ずかしい、そうちょっと恥ずかしいから、もうやーやーだね、やーだ、うんやーですね。そうあ揺れた、本当に気をつけてねみんな。そういつまた揺れるか分かんないし、昨日すごいね愛媛の方とか揺れがすごかったみたいだから、そう恥ずかしいのに、そうリアタイ、リアタイ今日はするか、でもちょっと迷った、恥ずかしいからそうだけど通常回ラストだし、そう見たいなって思って、さっき見たんだけどもう恥ずかしくて恥ずかしくて、自分のところはそうもうそう、もう音を小さく小さくして聞きました。本当に紙袋かぶるもんかぶろうかな本当に本当にもう恥ずかしいです、恥ずかしいです。でもぜひ見てね、通常枠本当に最後だから、今回通常回最後だから見てね。結構みんな頑張ってたから、このねそう動画は個人個人で撮ってくるって時期だったんだけど、本当に本当に忙しい時期だったから、そう撮るの大変でした。しかも撮り直しもあって大変だった。あサッカーのやつね、カナオのいいですね、方言のやつだよね、最初も方言のやつあるから見てね、方言3期はね、そう瀬戸内もだし、そうそれ以外でもそうみんないろいろ住んでる地域の方言があるから、だから面白い。えもうなんとなく切り抜くところは、そうさっき動画を収めておいた、チョコマシュマロチョコマシュマロおいしい、うんアクスタ届いても嬉しい、それは毎日連れてって、チョコマシュマロ、これゲーセンで撮ったやつ、チョコマシュマロ、内ん家にあるお菓子ほとんどもうゲーセンのだ、チョコマシュマロ好きなの、このチョコマシュマロ、いちごのもあるんだけどチョコの方が美味しい、ごめんねいちごごめんね。通常回ラストだから寂しいよね、そろそろ2人目行ったかな、コインタール、え、もちろんもちろんクマがレストランの倉庫に立てこもり、なんだって、私のも方言のとその次のと両方あるから、そうえ、そう3期は書き事が好き、カスミンもだし ね、あーそう7周年後の受付もどんどん始まってるから待ってます。私は徳島と岡山とその2日間続けてなんだけど、岡山は千秋楽かな前座出るので、やっとわかんない、その
県ごとにそのやる曲は違うのか一緒なのか分かんないけど、やっと前座の曲が1曲分かったから、なるほどって思ってぜひ来てください。うん、いちご、いちごってことはそろそろ私じゃん。いちごの動画おもろいよね、方言ほんと強いいちごほんと方言強い。うまっ、いちご、いちごやばい、充電ができない。ワニ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 はなんか、え、でもこの後解説あると思う。普段の方言、なんかイチゴはイチゴ語話す、イチゴ語死ぬ、イチゴ語話すから、そう、ボコボコ、そう、ボコはほんと初めて聞いた。でも多分おぼこいとかそういうのから来とると思うけど、なんか小さい頃みたいな、幼い頃みたいな意味らしい、ボコ。いちごはいちごを使ってるから、いちごはなんとかがーって言う、よくがーって何って思って、そう、それこしゅべんって言うと、いや、いちご、いちごごーって言う。いちごはいちごの言語があるらしいから。いちごはでもなんか映されやすい人だから、広島弁も映ってるし山口弁も映ってるし、そう、いちごはすぐ映される人、多分岐阜弁もそのうち映る。いちごいちごやばいよね。そう、でもボコの、ボコとかワニワニとかはなんて言うんだ、年が上の方が使うらしい。え、今マシュマロ食べてる。そう、ボコ、私見てよ見てよ、本当にこれ見てるとさ恥ずかしいからさ、なんなん今充電できなくてよかったかもしれない。もういい、顔隠す、もういや、もういや、いや、もういや。本当にこれも同期でね、私は後半だったから、その前半の子がみんな恥ずかしがってるの見ながらケタケタしてたけど、自分の番になると分かる、恥ずかしすぎるこれは。そう、もういいやです、無理です、見ないで、でも見て。そう、たかし、そう、やお、あ、そう、そう、今日からたかしになっちゃう、私のルームたかしさんしかいなくなっちゃう、それは。そう、岐阜弁は、そう、語尾がね、なんとかやよ、なんとかやおっていう、たかしが打ち上がっちゃったから、そう、ボコボコ。そう、たかし得な動画です。そう、いちごゆいな配信しないで、確かに。スピスキー本当にもう嫌だ、もうメイクしたいけど、するする元気がなかった、たかしが打ち上がっちゃった。そう、と、大きにはね使うね、大きに、そう、たかし、ほんと全国のたかしさんは、そう、永久保存しといて、本物のたかしさん現れた。そう、永久保存しといて、そう、ほんとにもう今回のこのショート動画はたかしのためのショート動画だよね。やばすぎる。そう、かわいいやよ、やばい。かわいいやよする、やばい、おもろいよね。そう、
語尾が可愛い、やおとかやよとかっていうのが可愛い。岐阜弁はそう、好きやおっていう、そう、スチスチよ。それサッチーとユイタンだ今回のさ、ユイタンが収録いなかったから、そう12人なんだけどさ、ユイタンの動画見たかったなってそう思うの。ユイタンの告白動画とかさ、このもう需要しかないじゃん、需要しかないから本当見たかった。悲しい。今度の生放送はどうなんだろう、ユイタンいるのかな、いたらいいな。牛弁大分県って言った、あ、そうなのね。確かに東京やから標準語、確かにね。たかし、ジェラシー、しっこしないでそう、もう、たかし三徳だよ。そう。もう、たかしのための動画です、これは。本当に。本当だよ。え、そう、ひーちゃんはリアル。本当に、本当にリアルだよ。そう、リアルすぎる。え、ゆいたんのもそう見たかった。そう、ひーちゃん、そうね、強いね、さすが大人。そう、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、これは本人かな、どうだろう、わかんない。本人じゃなかったら気まずいけど、知ってる方だ知っている方だ。私の知ってる方だ。ひーちゃんね、そうリアルよね、本当に優勝だわ、ひーちゃん優勝です。優勝ですわ、これは。そう、ひーちゃんね、うまいよね。ひーちゃんはなんかね、その作ったひーちゃんじゃなくて、そのまんまのひーちゃんって感じだよね。みんなうまいよね。え、さっきそう、今までなんか絵を描いたりとかいろいろさしてきたけどさ、今回のこの演技のが一番その成り立ってる気がするジェットコースターとかよりも何よりも成り立ってる、催眠術よりも何よりも。そう、とりあえず付き合う、やばいよね本当にやばい。すっぴんかわいくないです、そんな。そう、ひーちゃんかわいいんよ。いいね、ひーちゃん。そう、生き生きしてる。そう、ひーちゃんのみんなね、あの同期 のこの動画見ながら、キャーとかわーとか言ってんの、本当に歓声上がってるから。ミューポンの時とかすごかったから、もう本当になんか授業参観って感じで。そう、大きに、そう、岐阜で使うよ。そう、ゆうなはゆうなの棒も私好きよ、結構。そう、またいちごこりやばいやばすぎる。そうなの。あ、そう、ヒータンの制服は私のだね。あとあれ、え、いつだ、誰か、他誰、どうだっけな、他にも。でも今回の私の制服の子いる。ヒータンにはそう2つも制服化したそう、そう、ズッキュンバッキュン、ズッキュン出た一目惚れのやつか。え、ヒーターのコン似合うでしょ、それ私が貸したやつなんよ。コンもだし、前回のセーラーもだし。そう、ズッキュンバッキュン、ズッキュンやばいよね。岐阜の方言はなんかね、全国のが混ざってる、なんか真ん中の辺にあるかいろいろ混ざってるらしいよ。そう、ズッキュンバッキュン、ズッキュンやばいよねマジでヒーターのやばい、ズッキュンバキュンズッキュン強すぎるよね、本当に。あれ、小説か何かの回のさ、ゆいたんのあかんあかんあかんおかんもさ、やばかったけど、ズッキュンバキュンドッキュンもやばいこの事故から3期ね、何かあるとね、ズッキュンバキュンドッキュンって言ってたから、本当に結構ツボ。ズッキュンバキュンドッキュンやばい
やばいよね、ツッキュンポキュンのキュン大好き。そうそう、フレーズおもろいよね、サンキって。ヒーターン、前回のさスタバで撮ってた制服も似合うけど今回のコーンも似合うよね。そうインフンでんのやばいよね本当におもろすぎる。そう、面白かった今回の、楽しかったな。そう、見ながら湧いてた。中にはさ私が撮った映像とかもあるからさ、いちごのとかさナーミョンとか私撮ったんだけど、あと制服貸してたりするから、あこんな感じだったなとか思い出しながら、そう、よいね、ラップいける。そうズキュンバキュンドキュン、そういけそう本当に話しろ本当本当。今日何もライトつけてない。そう、ヒーターおもろいね、ズキュンバキュンドキュンがね、それまでの感じはめっちゃわーいい感じって思ったら急にズッキュンパキュンドキュンって。あ、コーナー変わった、あれかな、お題に合わせてのコーナーに変わったかな。なんかなんか、あ充電できてた、いつの間にか。みーよ、あなんかうまく刺さってなかったのか、なるほどね。あ、ショール見せちゃった。私はアベマが見たい。え、カスミン、そう積極的かわいいよね。あ、通知がいっぱい来る。なおでやってるやつが見たい。前半じゃなくて後半が見たいんだけど、見してください。そうズキュンバキュンとキュン入らそうよ。そうなんか通知がね、あれ長い間 iPad 開いてなかったか、いろんなアプリが来てる、ソーダが来てたりとか、そうなんかいろんなところから通知が来てる、 X から通知が来てたりとか。ちょっと待って、違う番組開いちゃった、違う、どれどれ見して、私にも見してくださいよ、番組を見せてくれない、アベマさん。あ、リエチね、ズキンバキュンドキュンやばいよね、かぶせしていた。なんか見れない、ちょっと出演してるんですけど、これで見えるかも。17、これだ。あ、来てた。あ、すごい、今日も見てる人多い、9600人も見てます。リエッチ、え、そう前髪ね、今なくなしにしたからさ、そうえ、私今ね開いた時映った、このさカスミのさ牛は2年目からだよねっていうのが大好き、面白すぎるいいよね。そう、そうあ、また私のだ、嫌だ、もうオフにした、音声オフにした、やだやだ。なあ、そうこのベンチ選手やばいあのあれ NHK のところかな、そう下は私だよね、まんま私だと思う、私らしいんじゃない。そう変わった時のスタバやばい。そうスタバなのがそう私らしいよね、高校生っぽい。あ、そう平和堂大通りのところの NHK のとこすぐそばにスタバもあったからさ、そう
スタバで許してあげるよ仕方ないからスタバでそう許してあげるこのさ立ち上がるところ突っ込まれるのさびっくりした面白かった。待ってこの後リアって読まないからこの後リアってやばいこれリアちゃんやばいから、リアちゃんよアニメやばいよね、ピョーンってやる私多分ね、リアルであれなのああいう動きしてるんだよね、レッスン中とかも。そう来た、この画角やばいもう面白いもん来てくれて嬉しいピョンって感じなんだと思う。ピョンおるやんピョンピョンおるおもろすぎる。ねえこれちょっと個人情報の流出が怖いですリアチュおもろい、かわいい。そうリアチュはそう新しい感性、そう寝癖を褒めてくれるっていうね、かわいすぎるよね。もうなんかこの時はまだ出演の時中学生だから、そう中学生って感じでかわいい中腰スタイルが大好き、本当におもろい。おもろすぎる。もうこの撮影イメージ見た時やばかった。そうね、デート風景じゃないよやばすぎるやばいもうほんとにおもろい。裏側の説明のさ画像はあれはずるいよね、マジで良すぎる。そうもうね手伝ってあげたい、ねえ、そう結構みんなでねお互い取り合ったりしてたけど、リアちゃんも全然行ってくれればよかったのに。ガス管になりたいやばいからガス管になりたいやばい、スマホ置かれたやばいこの後のユーナやばい、ユーナやばい、これマジでユーナ本当に見てほしい、マジでリアル。てか本人すぎる、もう演技じゃなくて素でやってるって感じ。ね、リア中に後られたいやばい別に怒ってないけどがさ、もう私これ聞いたことあるもん何回もひーちゃんの手です、ひーちゃんの手です、ここ大事、ひーちゃんの手です。はい、この嬉しそうな顔、はい、かわいいもう本当にね、そうリアルユーナ、なんか演技じゃなくて素のユーナって感じ。これはただのユーナ、もうユーナの日常って感じユーナの日常やばいよね。そうユーナの日常本当にそのまんま、そう本当にそうそのまんま、まんまだね。あの嬉しそうな顔よ、そうもうユーナ、これはユーナ本人、なんか演技じゃない、ほんと本人、そう想像つくっていうか、もうほんとにこのまんま、そうそう表情がおもろいよね、ユーナって。急に変顔始めたりするあってこの北沢の私が撮ったやつそうそう、これ撮ってんの、そうひーちゃんひーちゃんいちごのやつはもうネタだから、ほんとネタ枠、これ私が撮ったやつです。15時間やばいからいちごにかけないで、24時やばいから。でもほんとにそんぐらいの時間に撮ったかも、結構夜撮った、これ夜にもうギリギリに出した。許す条件、許優しい
もう本当にやばい、連絡本当入れて。15時間やばい、15時間もうかわいそう。15時間も待たされて。そう宿題、そう宿題これやってたのよ。4時間までか、え4時間待ったの。でもそれすごいわ、それはすごいわ。いちごにはでもよく待たされます。これそう私が撮ったやつ、かわいい。私は牛のが好き。リアッキュー、もうガス缶のイメージが強いから。そう携帯もないじゃん。ええー、4時間もあったのはすごい。かわいい、ガス缶やばい。武井壮さんがそう私のを褒めてくださってたの、嬉しい。前も引用してくださって、今武井壮さんって私相互なんですよ。フォローしてるしフォローされてるしっていう状態。そう武井壮さんにそう褒められてるの嬉しすぎるよね。そう番これなんか名前出てる？ん？ファーストアルバム名前出てる？ん？ん？アルバムの名前、え？出てたっけ？ちょっと待ってタイトル発表されてたっけ？ちょっと待って、え？あれだ、アルバムタイトル出てたっけ？ちょっと待って、これ放送事故だ、大丈夫大丈夫？え大丈夫？え？ちょん？え、アルバムの名前私も知らないよ。ちょっと待って。タイトル出てないよね、まだ初出しだよね。フライングです、フライングゲットです。ちょっと待って、どういうことちょっと待って、え、そう、漏らしちゃってますよねこれ。え、ちょっと、アルバムタイトル私ですら知らないからね。ちょっと待って、待って、私さっきさ確認してたんだけどさ動画、え、その時出てたっけ、わかんない。待って、そんなことある、マジですか。アベマさんやってます。アベマさん、そんなことある、え、待って、本当に私も知らなかったんだけど、まさかのここで公開されるとは。え、だってこういうのってさ、スティールチャンネルとかさ、なんかさ、なんかの企画とかなんかでさ、そう決まったんで発表しますっていう、そうこんなパッと出しちゃうもんじゃないよね。間違いだよねこれ、絶対間違いだよ。なんかね、しれっと出ましたね。まだ多分発表されてると思ったのかな。しれっと出た。おお。こんな出し方あります。なんて書いてあった、旅人みたいなのにも書いてあったよね。しれっと発表、まさかのこんなことあっていいの、いいの、アビマさん。待って、これで今エゴサしてみたらみんなツイートしてるのかな。旅人さ、なんて呼べばいいんだ。アルバムのタイトル発表されちゃった。七虹っていうところと同じって書いてある。七虹さん。ちょっと大丈夫そう？大丈夫そう？よく気づいた。公式でも出てた。旅人じゃん。サスにおいて速さ。ほう。文章台の一つ、おー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 、話題になっちゃう、話題になっちゃう。
こんなことある？何さんと、え、かぶってるよね。待って、びっくりすぎる。ちょっと待って、汗だわ。アルバムの名前、え、他に今3期で配信してる子いないの？みんなビビってない？びっくりしてない？やばいよね。私は編集しながらちょっと考えよう。やばいよね。嬉しいね、これ。ちゃんいいんだよな、2本とも良かったな。これ嬉しい。え、正規メンバーさんびっくりだよね。あって、とんでもない知り方しちゃった。知らなかったよ。知らなかったよ。タイトル大丈夫そう？大丈夫そう？触れない方がいいやつ？これは多分他の先輩方のところにも言ってるよね。みんなびっくりだよね。普通に。旅人じゃん、旅人じゃん。そう、間違ってたから。そう、あのまだ公開してはいけない情報公開したってことで、ちょっと番組あと何回かやらせてください。はい、そう、触れない方がいいやつだよね。でもまあもう知っちゃった、出ちゃったよね。あらあら、悲しい。なんてこと、なんてことね。びっくりしまった。シーズン2始めよ、ほんとに。そう、ひなさんも知らん。そうなの。あらら、あらら、こんな事故起きる？こんなことある？びっくりした。まあなっちゃったものはしょうがないか。びっくりだったね。そう、大事故。そう、発表されたら、わー、知らなかった、こんな名前なんだってなろう。そう、そうだよね。他の先輩方のところでも絶対言う方いらっしゃるよね。びっくりだよね。びっくりした。ボコも好きでした。ボコも好きでした。やばい。あれ、この2つあげようね。ツアーとかさ、なんかチャンネルとかで発表されるかと思った。これこれこれでバズる気なのかもしれない。確かにこれでもしかしたらバズっちゃうかも。確かに確かに。そうね、びっくりだったね。
でもさ、アベマさんにはもう情報がいってるってことよね。これもあれかな、3期生の演技力が試されてるんかね。そう、あ、パセリさんもびっくりしてる。え、ね、そうよね、私も知らなかったもん。ねえ、どういうことですか。ね、バズらせ方分かっているのかもしれない。これ乗っかればインプレッション確かに。だけどダメです。で、同じタイトルはびっくりよね。どういうこと、どういうこと。え、紙一重本当に。ちょっとできるだけ触れないでいこう。触れない、触れない。びっくりですね。僕も好きでした。僕も好きでしたが面白い。もう2つあげよう。そんなことありますか。知らなかった。私も知らなかった。わー、びっくり。 SK さんで、 SK さんで発表された方いらっしゃるのか。びっくりですね。そう、内緒です、内緒です。バズるの見てお付き合いしたいと思います。カナオに怒られるから、それはやばいから。ちょっと投稿考えなきゃ。どう、分かんない。これは今もしかしたらモニタリングされているのかもしれない。仮であれはあるのかも。確かにスタバで許そう。そうだよ、スタバで許そう。そう、スタバで許そう。待ち合わせかな、スタバで許そう。もそうだよ、そうだよ。おもろいよね。びっくりしたね。今全マネージャーさんがそう慌てて、そう全スタッフさんがワーワーしてそう。ドッキリなのかな、ドッキリかな、ドッキリだよね。どうなんだろう、わかんない。本当に私も何も聞いてないからわかんない。ね、発表する場が他にねきっと用意されてたはずだから。そう、大慌て。そう、ウミサキングさん、アベマさん大慌てだから今。あらら、あらら、あららら。え、ね、写真集とか CD とかのさ、フライングって聞いたことあるけど、これ
まさか自分のグループがって思わなかった。そうタイトルかぶりもびっくりだね。確かにね。そうね、気を使ったつもりが間違えて、そう確かにありそう。そうびっくりだね。2月27の番組制作さんが一緒だったか間違えたかも。あ、なるほどね。なるほど、確かにありそう。タイトルが被ってたわけじゃなくてそっちと間違えた。制作さん側が番組を間違えたってことか。でもなんかいろいろさ、こういう番組って上がる前にさ、いろんなさチェックとか入るのよくよく通ったよね。びっくり。ねえ、そう、うえー、びっくりだね。たまにあるよね。でもそう、マネージャーさんにね連絡しとくといいかも。でももう、もう多分誰かしらがしてるかもしれないけど。何時さんの番組も開幕そう。なるほど、今ね大当てだよね。待って、動画なんか私さっき動画見たけど、その時こんなこと映ってたっけな。私が気づいとけばよかったかな。びっくりだ。最後の最後だよね。待って、さっきのなんかメンバー用に送られてきた時点でもうアルバム名入ってたから、ここで私が気づければよかったな。気づいとけばよかった。お蔵入りになった。そう、泣ける、本当に泣いちゃう。そうメンバー用の動画の中でも書いてあるから、これさ私が気づければよかったな。さっき見たから、見たけど多分そう気づかなかったんだ。その時は小さい画面で見てたから、その時は気づいてなかったけど、まさかの、わあメンバー誰も気づかなかったのか。
そう、気づいてもそっか番組止まらないしね、こんなギリギリでね編集とかできないだろうし、でもびっくりだね、こんなことあるんですか。びっくりだね。なるほど。なるほどです。よし、確認送った。そう、切り抜き出すからね。そう、あ、でも切り抜き？自分で動画持ってるから、そう。まあ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 、こういうこともありますよね。まあ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 、こういうことがあります。まあこういうこともあるよね、こういうこともあるよね。そう、まあ詳しいことは今後出ると思うから。
びっくり、最後の最後に爆弾。まあ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 、そういうこともあります。はい、びっくりした。こんなことあるんですか。そう、武井壮さんに褒めていただいたの。ねえ、また何か、そう、あると思う。今日さ、あれ投稿は間に合うと思う。今マネージャーさんに確認中だから。そう、マネージャーさんからの許可さえ来ればあげられる。よし、写真誕生日も今日はしちゃおうかな。ねえ、びっくり。ね、これから配信、そう、多分ね、みんなね、夜ね、大人メンバーとかすると思うけど、できるだけ聞かないであげて、みんな。できるだけアルバムのことは聞かないであげてください。みんなも今慌ててると思うから。そう、そう、そうで、柴田さん、みんな聞かないであげてください。3期生もだし、先輩方にも行かないで行ってあげてください。また詳しくてはこれから、そう、いろいろあると思うので、できるだけ聞かないでください。お願いします。よろしくです。みんな優しいから、そう、みんな優しいから多分聞かないでくれると思うけど、聞かないでください。お願いします。そう、私もそう、びっくりだから、そう、そう、できるだけ触れないようにね。そう、おかわりおもろいからやばすぎる。じゃあ今日はとりあえず誕生日しようかな、もうこんな時間だし。じゃあ17からいきます。17位福さん、16位ももさん、15位スプマンデさん、14位キヨニーさん、13位カッコアイペさん、12位ヤオトーさん、11位ナちゃん、トップ10、10位よしみさん、9位ゆいきにゃん、8位うまちゃん、7位なるみさん、6位きびしさん、たかしみになってるから、トップ5、5位やましいさん、4位コーラさん、そしてトップ3、3位マックさん、お、クワトロ行ってきたのいいね、2位ワイズアットつまみさん、そして今日の第1位は、はい、今日のランキング1位はたかしさんです。ありがとうございます。動画はもう永久保存してください。もう本当に、そう、全国のたかしさん、本当にそう、よかったです、よかったです。そう、ぜひ動画は永久保存して、そう、見直してください。今日ありがとう。え、本当にこの、そうね、ね、面白かったよね。そう、全国のたかしさん、そう、喜んでください。またぜひ来てください。あ、 X の許可で出たから今から投稿します。みんなよかったら、よかったら、あの、リツイートとかいいねとかしいてね。よし、今日はそのツイートできる文字マックスまで書いた、残りで0文字書ける文字が、よいしょ、マックスまで書いちゃった。 OK、
そう、これほどたかしでいてよかったって思うこと本当によかった名前がたかしで。そう、え、そう、インプレッション数が最近伸びてる、なんかいちごとも最近優位なブーストかかってるねって言われて、確かにって思って嬉しい。そうなんよ、みんなそう見てください。そう、ボコ、このこのたかし、たかしさんのさ、ボコも好きでした、面白い、好きでした、ボコも好きでしたっていう、これ、これ大好きこれ大好き、もうほんと何回でも見て、いっぱい見て、もうみんなリツイートとコメントとハートとしてね、ぜひぜひぜひ見てください。今日トレンドなんかあるのかな、でももう開ける時間がないけど、野球関連が多いのかな、なんか最近、最近野球関連多いよね嬉しい。昨日恋報、昨日一昨日いつだったか恋報だったらしいじゃん。そう、嬉しいですね。そう、番組の企画ももう1週間になるから、そう、よかったらそう拡散させてください。もしかしたらそう、まだ昇格の可能性は残っているので頑張ります、最後まで。そう、え、そう、昨日ねチキンタツタあげようって思ってたのに、もう私は昨日は一日ぐっすりでした、本当に。多分今日と昨日投稿できてない分の今度ね投稿するから、そう、1日2投稿の日が1日あると思うけど、またよろしくです。そうそう、あ、そう、ドラゴンズ、え、負けてたよね、そうなのよ、うん、ビシビシエイトさん、違います、違います、ビシエイトさんと親戚じゃないです。そうそう、マネージャーさんにチェックして投稿しましたよ。方言国家いいよね、3期生本当にいろんなね、いろんなところからみんな来てるからさ、そう、みんな聞いたことがないような方言とか、だってもういちごとか、え、に日本語ってなるぐらい本当に強かった。台本というかさ、ある程度自分でさどういうこと言うかをさ書いてるんだけど、それ見た時にもうえんえー、えー、ってなるぐらい本当に方言強かったね、びっくりした。個人的にはゆいたんのも見たかったな、本当に。それがちょっと楽しみ。でもさ、みんながあの最終回までのさ、あのアンケートあるじゃん、その最終回で見たいことのアンケートみたいな、あれにさ、そう、なんか他のメンバーの方言告白とか、ゆいたんの方言告白見たいとか書いてくれれば、もしかしたらそう叶うかもしれないからさ、ぜひぜひ書いてください。それ以外にもバンジージャンプが見たいとかでもいいし、そう、ぜひよかったらまだアンケート募集中だから書いてください。最終回それによってすることが決まるから。そう、え、本当に衣装協力、奥田結菜書いてほしいわ、本当にそう撮影協力は多分みんなお互いしてるけど、もう衣装協力はすごい私したから、本当にたくさんしたよ。そうそう、ぜひ、え、確かに今回のさ、なんかなんか撮れなかった、なんて言うんだろう、ミステイクとかそういうのもさ、あのバズ、投稿できたらいいな、多分すると思う明日以降。そう、ぜひ見てくださいそう、衣装協力ちょっと確かに私書いてほしかったかもしれない。ってことで、あと1分で配信が終わっちゃう。そうけど、そうそう、よろしくです。みんなさっきも言った通りよろしくです。できるだけ他のメンバーさんにはアルバムのことを触れないでいただけるとありがたい。よろしくです